ああ、なるほどね。もう言い訳はいいんだ、めんどくせえな、おめえら。もう次こそ、次こそ、今、激戦だった。言い訳してんじゃん。まあ、激戦、激戦。全然、全然拮抗してますよ。わらすわらす。あ、俺か。じゃあ、行ってきますわ。あ、じゃあ、行くよ。行くよ。じゃあ、お願いします。お願いします。これ勝ったら五分だもんな。これ、あ、勝っ、そうだね。そうだね。いや、でもいい勝負だわ。そうそう、全然、何が上からとか下からとかね、全然ですよ。これ大会も結構別に分かんないですね、正直。うん、ていうかね、ぶっちゃけね、あの、青チームね、いいんですよ。戦えるんですよ、全然。いや、思ったよりいいね。関係ない、関係ないっぽいね、これね。なんで、何時から攻めてきますね、こっち。あの、ハンサムと、シュートも、そうそうそう。あの、俺もさっきの試合勝ってきしねえもん。そう、なんかマイナスかけるマイナスがプラスみたいになってるから、全然、全然戦えない。俺のヒントは絶対誰でも答えられたでしょ。誰も分かること言うしかなかったから、こっちも。なんでみんな分かんないんだろう。ちょっとおかしいんじゃないかと思って。結構真面目に言うのかもしれない。でも、ぶっちゃけそんな差はないんだろうね、これね。まあ、でしょうね。確かに。連想ゲームですからね。やっぱ、でも、その、強い弱いとかじゃなくて、やっぱ相性なんでしょうね。まあ、それもね。だって、孫となるをめちゃくちゃいいもんね。あの、まあ、そうっすね。俺だったらボディーガード開けそうだったもん。へぇ。うまいことやんないっていうのがナロー読みっすね。なるほどね。素晴らしい。ダイレクトにいきましたわ。そう、ダイレクト。基本ダイレクトもすぐでやる、分かりやすい。ちなみになんですけど、ナローそんなね、褒めて、あの、孫、あの、ナローを褒めてる孫のこと、ボロクソ言ってましたけど、ナローね。え、お前、そうなの？あいつ、中卒っすよって言ってたんですよね。え、お前、中卒じゃないの？俺、高卒だし。高卒だっす。通信校出てるでしょ、俺。あんま変わんねえな。俺だってお前、大剣取っとるよ、もう。取るよ。未来、未来の話。取ったぞ。高速。持ってないやないか。お、結構時間かかったよね、これ。うん。いや、まあまあ、始まったばっかり。まあ、2分経ってないんで、まだまださすがに。だ今パズル作ってるんですよ。ああ、うまくいってからな。そう、4ターンだなって言って、今パズル作ってるんですよ。ああ、なるほどね。石井はね。ああ。どうやって料理するっつって。でもね、これね、やっぱうまいことやれたって思って開けてもらった時の嬉しさやばいね。やばいね。3つとか4つをさ、そうなんですよ、そうなんですよみたいな感じで。それそれそれみたいな感じで。いや、3つはマジで。あと決まった時に、とりあえずこれでいこうかって方針決まった時に、他のカード見て、ああ、終わる。じゃあ、もう一回1からだっていう感じでね。なんかそういう。そうそうそう。公式のし直しがあるもんね、これね。ただね、その複数、ちょっと遠いところをさ、連想させて、ヒント出しちゃってさ、全然かすってもないとき、それをもう一回やるかどうかすげえ迷うよ。ああ、そうだね。むずいっすよね。むずい。だから、たださっきの俺のハンターハンターの百式観音とかも、だるまかったな。いや、みんな無知識だったら、終わりだよね。もうどうヒント出していいか分かんないですよ、それ以降も。そうだよね、確かにね。一回頭が入っちゃってるからね、それでね。そうそうそう。でもあれハンサムだったらもう絶対ノータイムだよ、ね。もう全然いけた。もうなんでみんなっていうなってましたよ。でもそうだよね。言えないからね、あれ。うん。すげえうめえと思いました。当日大会ってさ、あれ完全ランダムだよね。ランダムらしいですね。ランダムだよね。いや、運ゲーだね。もう全部。何チームになるんですかね、そうすると。なんか5チームだっけな。8チームぐらいいんじゃない？だってトーナメントって言ったから多分8チームぐらいじゃない？わかんない。トーナメントなんだ。いや、わかんないけど。違うかな。まあ、そっか。32、そっか。そのこれ、思ったより長いね。綺麗にするんじゃない？多分。これ、4とか5いくんじゃないのし、ワンチャン。ああ、可能性ある、これ。うん。うまぐるか、最後に。しこりたい可能性あるでしょ。しこり。顔を見さそう。寝る前にね。寝る前、しこったろう。寝る前に、そうですね。しこって寝るよ。しこって寝る。石1分はくれ、さすがに開幕なんで1分は絶対くれ、頼む。1分は欲しいですね。2でもいいよ、なんだったらもう2でもいい。2で全然いい。2で石井さん、全然外しない。助けしてこう。全然2でいいよ。したら4とかが開けやすくなるからね、あの、いらないもん相手が引いてくれたりして。お、お肉。お肉、お肉は、これラム。ベーコン。ラム、ベーコンかな。まあ、普通に。でも、それ以外ない。まあまあ、迷って、これ、硬いの言った可能性ありますね。ラム、ベーコン。まあまあ、多分そうだよ。ベーコン行くよ。さすがに、あ、大丈夫ですよ。行くよ。3だったらボリュームとか言っちゃうけどね。お肉のボリューム。手堅いね。手堅い、手堅いね。手堅いですね、なんか、それから。うまい、うまい。飛んできたの。全然 OK、全然 OK。もう、三太郎さんはもう行きますから。ああ、三太郎さんはもう、100行ってくれ、100。8、8。うん、8番だけする。そうそう。8。お、いいですね。大盛り。ああ、うどんとかでしょ。こちらは今で。とんこつなんすか。
とんこつラーメンはだってもう二郎だからこれは完全に大盛りですよ。ボリュームもそうだよね。ボリュームもそうだな。食い物結構多いんじゃないかな。あとどういうかに、ね、ボリューム大盛り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 結構きついな。正直あれあれ蒲田の隣の大盛りに一応教会とか思うけど。そんなハイスの話でそんなにおしゃれだ。そんなあるね。ある、うんうん。教会あったと思うけどな。うん、地下室だって多分あるだろうしな。あ、まあ、とりあえず手紙であんまりちょっと詳しくないんで、うどんぐらいしか自信ないもん俺。いやもうこれでいい、これでいいでしょ。この3つでしょ。うどんは自信あるけど他は分かんないですね俺。これでいいでしょ。あ、いや、オッケーです。じゃあ、ただうどんからいきますよ。はい。テンポ行っちゃいます、テンポ行く。すごい。まあでもね、これはね、いいヒントだったね。確かにいいヒント。これは良かった。素晴らしい。すごいね。大盛りで豚骨ラーメンでうどんなんだ。すごいな。知らなかった。もう全然だったよ。大盛りできるの知らんか、うどんとか。で、3つ開けさせたいから、全然ですよ。うん、3つ開けさせたいから、一応そのボリュームをつなげたか、無理やりつなげたかったんじゃないですか。いや、でもうまいよ。相当うまい。今のはうまかったと思います。ねえ。てか、他にないから、まあ、それでいけるか。確かに、他にないんですよね。そうですね。うん。ハイパイは良かったと言って。ワンチャンプレスとか激安はワンチャンいきそうだけど、俺。ああ。米ってね、大盛りだとめちゃめちゃプレスするんで。いや、それ。独自の知識は。知らないから。独自の視点じゃないですか。知らねえよ。基本的には安いじゃないですか、大盛りって。通常に頼むより全然安い。確かに、激安はね、確かにね。あるかな。大食いの中であの知識だな。確かに。さすが。知らない。構えからね。するんだ。じゃないと、昔話、日本昔話みたいな5本作れないんですよ。縦に長い、縦に長い。そうそう。だから圧縮して、あれなんですね。容量を減らす。容量っていうか、なんでも。固めないと、その立たないっていうだけ。あ、なるほどね。米がね、そうそう。ウーブファイターあるあるです、これ。そう、また時間が。石井が悩んで。石井の方むずいんだろうね。これ、石井が悩むってことは。多分むずいんだろうね。いや、3開けたいんだよ、多分。ああ、なるほどね。しかも、相手3開けられたからね。うん、そう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 。今ね、あんまりね、うまいうまくやったって感じしたいからね。まあ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 、しょうがないですもん。三太郎さんがうまいだけでも。次サンちゃん三いったら2ターンで終わるからね。確かに8枚ってちょっと少ないな。夏フェス、キャッ！夏フェス、3。あれでしょ。これあの弾丸でしょ。なんで王様、なんで王様が一番いいか。王様が一番いいか。アスカ、アスカ。さっきの司会でしょ。アスカ？なんかタゲアスとかの、なんかその、アーティストね。ああ、無理やり繋げたかったっていうの結構あると思うし。日本は一緒じゃないですか。ないか。あ、いや、あ、そうだね。しっとりしてますね、しっとり。あと、ステルスで、ダマでやったよね。いや、ステルスはちょっと違うんだよ。違うかな。まあ、少林寺でもやったけどな。少林寺でもやってた。あと、キャンセルよくあったね。例えば少林寺。少林寺ね。少林寺キャンセルだったね。連続？あ、ちょっと待って、音符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 。音符そうだね。音符は絶対、音符は絶対。やべえ。あとコンテンツ。あ、コンテンツもあるね。ステルスはちょっと遠いかな、じゃあね。さすがレイフェイ、レイフェイシュート。でもキャンセル結構ありそうなんだけど、今回さ、夏フェスでさ、ある。キャンセル結構あったじゃん。俺、遠い気がするんだよな。アスカは俺、遠い気がするわ、アスカが。アスカ。あ、チャゲアスか。チャゲアスであるから。そうか、そうか。すげえ考えたから、無理やりつなげ、まあ、とりあえず音符いき。音符いきましょうか、はい。うわ、強そう。はい。え？ああ、マジか。アスカどうします？音符結構強い。チャゲアスカ、だから、俺ね、アスカコンテンツキャンセルだったら、まあ、アスカが一番強いかな、やっぱ。チャゲアスカ。あ、違う。まあ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 。まあまあ、白だね。すいませんでした。まあ、この間考えましょう。そうだね。よし。でも、キャンセルっぽいけどな、なんか。うん。だって、ちょっと、自治ネタ入れてきそうじゃん、一緒に。自治ネタ。あれね、だから、これは全然。知ってそうな。キャンセルは結構ありそう。ああ、入れてね。確かに、かしこまる、かしこむにはちょうどいいもんね、時代だね。うん。コロナもね、だって見えないから、セルスっていうことでもあるのかなと思ったんだけどね。ああ、確かに。うん、わかんないけどね。で、消去法とかで考えると、まあ、教会とかパズルゲームとか、ケノコ、リス、ステルス、しっとり。まあ、ここら辺は違うんじゃないかな。違うね、確かにね。さて、地下室。で、弾丸。221とかでも全然。え、弾丸関係ないと思うな。日本一周とかしないですか？夏フェスって。夏フェスってだって一つの場所でやると思うから。そう。しかも連続はだっていろんな人たちがさ連続で出る。そうそう。だから連続は。連続の方があると思う。そうだね。うん。俺フェスがね日本一周っていうイメージは全然ないな。俺もない。うん。各地でやってるけど、まあ基本はどって日本の中心でやってるから。いや物が違うからね。うん、そうそうそう。なるほど。同じフェスをいろんなところで。アメイジンググレイス。
レイス。アメージング。グレイス、全くわかんないです、これ。な、何。いや、曲のタイトル。あ、曲。いや、これ。アメージング。グレイス。しっとり。しっとり。しっとり。あの、これスロットのミリオンゴッドから来てます。そうだね。そうなんだ。アメージング。ちょ、アメージンググレイス知らない。サンタロウさんも俺に任せない。俺もね、アメージンググレイスよくわかんないんだけど。あ、教会とかない。教会ありますね。あの、賛美歌として歌われる。あ、マジで。いや、確かにありましたね。うん、しっとりよりは教会の方が近い。しっとりはないですね。あ、でもしっとり、待って、コンテンツ、コンテンツではあるけど、教会と2です、2ですよね。2です。確かに教会と。あ、レトロ。レトロは違うな。あ、もういまだにずっとある曲だな。レトロっていう。俺は一つ見つけましたよ。いや、サンちゃんがコンテンツっていう単語出してくると思わないんだよな。歌詞に通りじゃないですか。なるほど、分かったよ。なんで邪魔してるんだよ。俺はもう分かった。多分ね、コンテンツはシュント君じゃないわ。サンちゃん。全然分かりますよね。はい。俺も自信あります、これ。俺も自信あるっす。いや、俺ちょっとこれ分かんないわ。ヒントになりました、俺らの。なんか歌詞にあれ言葉とかないんですか、ここら辺。あれなんだなっていう。なんか、ない。とりあえず、俺ちょっとわかんないな。洋楽だもんだって、多分。洋楽多分シュート豪傑の中で出すってのもちょっとびっくりする。いや、俺これね、教会あるんですか？わからん。俺あと20秒だよ。俺も1ミリも知らないぞ、これ。とりあえず教会行きますか、じゃあまず。はい、俺もわかんないから行ってもらっていいです。わかんない。おお、すごい。まあ、で、まあまあまあ、教会は。へぇ。いや、俺これぶっちゃけね、ハンサムもキャリしていいよ。これとシュートわかんないでしょ、これ。うん、いっちゃっていいっすよ。選択バスにクリックしたやついいんだけど。いいね。いっちゃっていいっすよ。これ、ステイ。これ、ステイ。あ、ステイ、オッケー、ステイ、ナイス、ステイ、ナイス、ステイ。ステイか。あ、ステイか。うまいね、うまいね。小材がしこつね。さっき答えちゃいましたよね。今、ちゃんと。で、何だったんですか？今のステイ、マジうまいわ。今、何だった、ハンサム？いや、わかんない。だから今、考えてます。で、だから、アメージング・グレイスで、次のターンにめくればいいのか。そう、だから、間違いないね。いや、うまいわ、ハンサム、今のは。旅客船。クルクルパーと思ってたけど、旅客これとんでもない。俺はもうここまで生きてますから。上日本一周。生き残ってますから、あの、旅客船は船か。日本一周ですね。旅客船でしょ、これ。旅客船でしょ、地下室。日本一周。地下室あるよね。旅客船しかないよ。旅客船。行くよ。今行っちゃうよ。日本一周から行きましょう。はい。はい。オッケー。あ、ええ、そうなんだ。蒸気しかなくない蒸気しかないです。蒸気と一応、俺連続もあると思ってて。いやいやいや、絶対違う。ないか、ないか、絶対ない。学生で連続はないと思う。はい、やっ蒸気で。で、あと、1個いこうか。さっきの夏フェス。ない。夏フェスの、あと2個。行きたいな。いや、俺もキャンセルあると思う。行こうか、キャンセル行こうか。石っぽい。オッケー。だよね。石っぽい、石っぽいね、石っぽいね、やっぱね。あと1個だな、あと1個だね。その、何だっけ、そのアメージング・グレイスについて、もうちょっと、それ何なんですか？俺一つ今、思ったことがあって、さっきの、向こう側の会話で、俺分かったって言ってた人たちが、さらに、あ、これがヒントになるんだって言っちゃったんですよ。そして、サンタロウさんが、その、スロットみたいなの出てるっていうふうに言ってたんですよ。つまり、おそらく。じゃあ、連続ってこと？いや、スロット、ああ、そう、その可能性。スロットにある曲ってことですよね。そうそう、多分そういう話だから。じゃあ、連続出るやつ。なのかなと思いました。だからそれが流れると多分なんかあれ。さっきまで、あっち夏、さっきまで夏フェスで連続って話してたのに、急に連続避けたんですよ、あっちが。あ、じゃあもうこれは確定ですね、そうすると。じゃあ行ってください。ありがとうございます。お願いします。行きますよ。全然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 行きますよ。結構迷ってた部分であるから。ああ、もう全然行きますよ。まあ、これもじゃあ連続として。やっぱね、ちょっと、孫思ったけど、知能いるわ、やっぱ。知能いるよね。知能いる。うん。だから、やっぱちょっと若干有利だろうね、こっちがね。さすがに。やっぱちょっと。平均 IQ は絶対こっちの方が高いですよ。知能いるってことは。頭悪いんだろうな、ちょっと相手対象。やっぱそれ行くんだってちょっと思っちゃったから、俺は。行く。柔らかで穴だぞ。それ俺だけじゃない。それ俺だけじゃない。それ俺だけじゃない。かなり来てるな。豪傑、豪傑、俺らってこっちって言ったから自分も入ってるからな、それ。もちろん、もちろん。ああ、あったけ。サンタロウさんのチンコ数がやっぱ一番好きだよ。サンタロウさん言ってない。違う。結果違ったし。屋上もどっちも言ってない。屋上妊娠チンコするだと思って。そんな1分を切ろうとして。
まあでも3着決めてくれる方で。悩んでますね。まあうちの1位もね、結構悩んでるでしょ。でも3着1分切ったからね、3着。1分切ったから。全然大丈夫です、全然大丈夫。2ぐらいやっぱれるわ。相当なんか離れてんだろうな。多分そうだろうね。だってさ、少林寺とさ、竹のことがきついよね。テトリス。テトリス。パズルゲーム。パズルゲーム。テトリス。ああ、すごい。ちょっと一斉してるっす。いや、それは無理がある。なんで増やしたんだよ。じゃあ、いっちゃいますよ。パズルはまずそうでしょ。連続とりあえず取っときましょう。どうせまだ次リーサルなんで、リスリス行って、なんでごめん、俺のせいだ。いや、テトリスはないだろ。お疲れさん。テトリスでリスはもうサンジャのこと舐めすぎ。失礼だよ。リスかと思ったんだけど、今。しかもさ、失礼だよ。一番やばいのがさ、全員が全員、これ間違いねえわって言ったところ。カンフー映画。ああ、少林寺。全然まだある。まだ全然。連続じゃないですか。あ、連続。いやいや、これ、絶対違います。連続違います。いや、俺、三太郎さん、これ、なるほど。なめプス、今の黒人さんの。あ、なるほど、すみません。いや、今、本気だったっぽいですけど。すみません。え、本気だったの？いや、別にどっちでもいいです。しかも、どっちでもいいです。コンテンツ。いや、でも、少林寺開きますよ。で、あと1個。コンテンツ結構自信あるけど、俺、コンテンツなのかな？まあ、カンフー映画っていうコンテンツか。そう。でも、カンフー映画ってさ、カンフーっていうふうにしてないのは、コンテンツっていうか、映画。あ、レトロだったんだ。コンテンツだからっていう。かな。だから、しかも、さっきの夏フェスの部分も、コンテンツか。コンテンツ出してもらっていいですか？じゃあ、お願いします。OK。OK。レトロ危ない。連続だと思った。いや、あのね、言われて気づいた。あ、ちょっと連続もそうか。そうだね。あのね、連続はちょっとね、連続5個以上あるときに流れる曲なんですよ、アメージングレース。そうですね。そうだ、連続。こっちのメンツ、ちょっと考慮してほしいですけど。2ゲーム以内だったら10個以上なんですよ。それはいいんですけどね。いや、多分ね、ボンちゃんいたら、連続。ボンちゃんじゃ絶対連続いってたっすね。なので、あれするんですけど、さすがにレトロと境界来るなと思って。ああ。アメージンググレースを賛美歌って知らないってびっくりしましたわ。いや、俺もびっくりした。知らないんすね。知らなかった。初めて聞いた。え、知らないの？映画とか見ないの？君たち。何の映画ですか？アメージンググレース流れてる映画見たことないの？あ、そうなの？え、いや、超、え、てか、超有名な。あの、白い巨塔アメージンググレース流れてるよ。うん。てか、アニメ。いろんなもん流れますね。いろんなもん流れる。超有名だし、なんか、結構、教会ソングっていう。うん。いやー、やられた。まあ結局ですね、圧勝でしたね。ちなみに、しかもこれ、俺、勝たなきゃいけない感じだったわ、ハイパー。2-2 だった。え、勝たいけそう？石井さんのがめっちゃむずくて、たぶん。あ、はいはいはい。確かに、リスが見えてましたから、全然いける。けど、リス開けてもらったんで、それでかいっすよ、やっぱ。あ、でかい。あれ、なんでリス行ったんだっけ、これ。テトリス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 。え、テトリスってな、ステルスだ。俺、プレスだったじゃないですか、プレス。テルスなの？レトロでしょ？レトロはアメージングプレスでしょ？テトリス、いまだに新しいの出てるから全然レトロじゃないです。レトロじゃないの？え、で、サンタラさん、何だったんですか？え、なんかレトロだよ。プレスですか？レトロ。アメージングプレスでも、だって、もう言ってるんですよね、レトロ。じゃあ。いや、だってそこで通じてなかったんで、レトロ。かぶせてレトロか。ああ、次行きましょう。次行きましょう。次あんのこれ。次ってもう終了じゃない？もう終了じゃない？一周した。もう余裕ですよ。もう終わりっすよ。え、クソ、雑魚狩りでしたね。そうなんですよ。レバガチャで負けちゃってさ、強かったっすね。しょうがない、でもしょうがない。でもそれはもうシュートさんがさすがだったんで、それはしょうがないですよ。あれは実力差だけどな。いや、なんか俺たちの中で、シュートが一番みたいな感じで嫌だな。いやいや、何敵になるんですか。
なんで敵になるんですか。サンタロさん序列気にしますね。マゴさんがそれ言います。序列気にしますね。確かに。全然ですよ。あ、どうします。まあでもなんか全然いい感じでしたね。いや僕ね、そろそろ、ね、そろそろ、ね、はい、まあ、締まりはありましたね。明日がちょっとあるんで、ちょっとこれ ね終了したいんですけど、もう2時半ですよ、まだ2時半もやったから、3時間、4時間やったから。いや、でもなんか練習になった。え、次なんで、いつだっけ、俺ら大会。20日。そんな近いんだ。20日だもんね。や、またやりたいね、ちょっとね。いや、今日めっちゃ面白かったな。もう一回やりたいね。ね。じゃあ19とかやっとかないとまずい。え、で、20の昼からだよね。あ、20でしたっけ。20から。14時とか。13時とかじゃない13時、そうなんだ。いや、今回も試合時間長いから。まあ、そうだよ、確かに。これってさ、大会だからあいつしか放送しないのかな。いや、個人視点、ダメかな。個人視点いいけど、多分あれなのかな。わかんないよね、それね。あ、でもだから、聞いてみたらどうなんだろう。そうだよね。まあ、別にあいつだけでも全然いいんだけど。まあ、そうだね。まあ、神ゲーでしたわ。てか、CPT もあるんじゃない、君たち。それは今週は。CPT 終わった後ですね。ちょうど終わった時。CPT あんの。俺はないんだけど。出たよ、この。あ、そっか、孫さん、そっか、すみません。あるんだ。あるんだな。いや、本当に。神はあるっぽいよ、孫さん。あ、全然なんか、スケジュールに入ってなかったんで、ごめんなさい。神はあるっぽい。終了済みですもん、それ。普通の民はあるっぽいよ。普通の民は。なんか、CPT の話始めたやつ。普通以下の民はないんですよ。俺とかはないんで、全然。確かに、小林さんもないし、石井もないよな。石井もない、石井もない。ハンサムもない。なんだったら、なるおもないみたいなもんだ。なるおもない。こんなの、サンタロウさんとシュートくんだけ。だけ。俺は別に。頭さん、喋りがよって感じ。いや、面白かったですね。まあでも、18日。面白かった。まあ、19日とかちょっとやりたいですね。やれたら、やりましょう。待って、CBT 確か18、19じゃなかった。違うっけ ?18、19ですね。じゃあ一応まあ今日やっててよかったですね。危なかったね。確かに。できなかったね。CBT 以降はちょっと難しいんじゃないですかね。CBT 出てない人間か。ああ、確かにね。CBT 何時までなんだろう ?9 時ぐらい終わんのかな。決勝だけ。CBT は大体そんなに遅い時間なんない。あのアジア限定っていうかジャパン限定だから。そうだよね。前回ね、10時前とかには全然終わったはず。その後とかに。確かにね。OK。じゃあ、やりたいやりましょうか。また、あの、LINE で。はい。お願いします。じゃあ、皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。またやりましょう。お疲れです。いや、なんか良かったね、やっといてね。俺、結構今日良かったよね。3枚抜き、結構いったよね。結構良かったのに負けたから、やっぱり運も絡むんだろうね、これね。やっぱ強い、まあ、シュート強いって言いたくないけど、まあ、負けちゃったからね。かなり頑張ってる。2回目かなり難しかったよね。これかっつって。まあ、減ってきたから結構、それしかないよねっていう感じでいけたのもあったんだけど、ちょっとね、難しかったよね。まあ、でも面白かったね。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。またね。